こんにちは、さちです。今日はですね、ワクチン2回目ということで行ってきました。1時の予約だったんですけども、1時10分ぐらいにはもう打ち終わって、今3時前ぐらいですね。今んとこなんともないです。で、注射はやっぱり嫌いは嫌いなんですけど、1回目打って血を取るわけじゃないので、血管に刺さんなかったみたいな、やり直しがないので、そこの部分はちょっとなんだろう、安心というか、まあ1回で済むっていうのがあったので、まだビビらずちょっと避けてたかもしれないんですけど、1回目よりは大丈夫でした。で、前回1回目が微熱が出たのと、腕がすごい痛くなっちゃって、お薬のカロナール飲んだんですけど、熱も37度5分ぐらい出ていて、それ以上は上がんなかったんですけど、上がらないけども下がりもしない、お薬飲んでも7度台出てましたね。で、2日目次の日になっても7度台くらいだったので、熱は大したことなかったんですけど、1日目の夜になるにつれて腕が痛くて、ほんと寝れないぐらい、お薬飲んでも寝れないぐらい腕が痛かったので、今回ですね、2回目熱がまた出ないかで、腕が本当にあれ以上痛かったらどうしようかと思って一応用意したもの、前日の夜から OS1 を飲み始めて、あとはですね、前回ちょっと微熱出たので冷えピタと、前回微熱なので、あの、熱的には大したことはないのでご飯とかも食べれるんですけど、腕が痛くなるにつれて食欲が痛すぎてあんま食べれなかったので、今回はフルーツゼリーとかビタインゼリーとかも用意してます。今回もですね、経過をちょっとまた撮っていこうかと思います。それではどうぞ。はい、その後の経過なんですけども、8時20時ぐらいから37度2分とかになってきたので、お薬カロナールと OS1 飲んでるんですけど、あの、熱はさほど高くないんですけど、ここのね、中心がなんか鼻風邪とか花粉症の時みたいに、あの、ここら辺が辛いです。なので目がなんか開かないっていうか、ここがちょっと辛いのと、腕は上がります、ちょ痛いけど。で、帰ってきた時よりは痛くなってきてるので、その後大丈夫かなって、ちょっと前回も夜になるにつれて腕が痛かったのでちょっと心配なんですけど、旦那はね、腕がね、この辺の微熱がなくって、腕が肩ぐらいまでしか上がらなくなってきてます。で、今22時なので、お薬飲んでもう2時間ぐらい経つんですけど、7度1分とかで7度台ですね。今日は早く寝ようと思います。今日は朝から7度1分とか2分をずっと、6度台にはならなくて7度台になってるんですけど、あの、鼻のここの中心の苦しいのがもう朝から取れてるので全然大丈夫です。で、腕もあの、さほど1回目の方が痛くって、1回目は寝れなかったんですけど、今回はちょっとまついちゃうと痛いけど大丈夫でした。なので私は2回目の方がまだ楽だった感じがします。旦那はずっとね、6度8分とか7度に行かないんですけど、腕がずっと痛くって、今もう翌日の23時なんですけど、ずっと腕が痛くて、未だに痛くってちょっと腫れてるみたいです。なのでちょっとやっぱり人によって出方は違うと思うんですけど、うちは2人とも39度とかいう高熱は出なかったので良かったです。このままね、これで終了で、数日後に熱出ちゃう方もいるみたいなんですけど、このまま何事もなく副作用が終了するといいなと思います。なので、うちは、私は2回目の方が楽でした。旦那は、両方とも腕が痛くて今も痛がってます。はい、ということで、ワクチン2回目、アラフォー2人でした。
はい、本日もありがとうございました。バイバーイ。